レモリ先生が最も頼みにされていらっしゃる同志の皆様、こんにちは。滋賀県出身の参議院有村春子でございます。選挙も残すところあと3日になりました。レモリ先生、本当に戦い抜く力を皆様に与えていただいてありがとうございます。ここまで法を進めることができました。私も今全国を走っておりまして、昨日の夜中に広島から戻ってきました。今回引退をされた方々も先生方少なくないので、江森先生、今一度県会に戻していただいて、自民党をまとめ、そして県政をまとめていく、その中心に今一度立っていただきたいと思います。そして県民の良識を代弁する、その自民党に引き続きなっていくために、江森先生、その先頭にやっていきたい。政策通で先生通ってますけれども、私も参議院自民党の政策の責任者にならせていただきました。そういう意味では財務副大臣もいらっしゃいますし、そしてここにも代議士ができて、小寺先生も頑張っていらっしゃいますし、しっかりと連携をして、知事も本当に共に共に滋賀県政を作っていった知事とのパイプは矢森先生というふうに知事も思っておられます。そんな状況の中で、効果の皆様、突然選挙になって大変申し訳なかったですけれども、引き続き戦い抜く力を、そして県政の最前線で矢森先生が効果の未来と滋賀県の将来に責任を負っていく、重い責任を与えていただきたいと思います。あと3日72時間どうか戦い抜く力を与えてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。